爆弾を抱えた膝を自爆して打ってしまいました。さあそしてフチ、この様子を見ている。これはフチがクロハットの膝に襲いかかるか。ファイティングポーズを取るクロハット、この姿に拍手。いやフチ選手もちょっと鼻血が出てるみたいですね。王者フチ流血、鼻血が出ました。両者お体満足ではいられないサバイバルな戦い。バックドロップに入るか、足をかけて防ぐクロハット。15分が経過しました。世界ジュニアヘビー級選手権試合、フチ対クロハット。王者フチ、王者フチも鼻血流血をしております。コーナーに振った。そしてあっとドロップキックはコーナーパット、避けましたクロハット。桃田さん、今フチは膝を押さえましたね。そうですね、ちょっと膝打ったみたいな感じ。左膝、これはフチ、絶対絶命のピンチか。その左足に、あっと円錐木にも空振り。クロハット、これはチャンス。クロフワット、チャンスです。そしてリバースの DDT だ。フチピンチ、王者フチピンチ、王者フチピンチ。さあタイガードライバーか、タイガードライバーか。危ない、カウント2です。さあクロハット、ここは札幌中島体育センターの観客は全員クロハットの味方です。口が危ない、口が危ない。歴史が新時代の扉が開くか。タイガードライバーの体勢、桃田さん、これはもう一発作ったら危ないですね。そうですね、リバース返した。さすがフチ、さすがフチです。王者フチ、キック、そして DDT だ。危ないぞ、カウント、カウントは2、カウントは2。こんな奇跡な口を見るのは初めてですよ。いや、かなりダメージがありますね、はい。さあこれはクロハットにまたとないチャンス。タイガードライバー、今日の2発目か、いくか。こらえる、我慢かえ、上がった。歴史は作られた。ダニー・クロワット、無敵の王者福島正信を下しました。札幌で歴史が作られました。日本テレビ杯の王座を受け取る、日本テレビ杯の王座を受け取る。タイガードライバー未発の前に福島正信、無敵の王者福島正信が沈みました。